はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。ということでね、とうとうね、以前からね、欲しかったね、まあ、ウイスキーを、購入しました。はい。そして、2本買いました。まあ、1本は、新しくなってから飲んでないけど、ボーモアの12年。これが3500円ぐらい。そして、こちらですね。はい。ラガブーリンの16年です。うん。まあね、ボーモアもね、しばらく飲んでなかったんで、ちょっと飲みたかったんで買いました。まあ味の比較にもいいでしょう。うん、よーし、アルコール度数が、ラガブリン16年が 43%。で、値段が6000円ぐらいでしたね。大体。はい。で、ボーモアが3500円で、アルコール度数が40度。で、このラベルが新しくなったんですよね。味はどう変わったのか、変わったのか変わってないのかは全然わかりませんけど。うん。ボーモアね。まあ。さあさあさあ。ラガブーちゃん。まあ、ラガブーリンは、以前からずっと飲みたかったんですよ。ずっと飲みたかったんですけどね。ずっと飲みたかったんですけど、金が高かったんで買えなかった。うんね。よし、それではね、せやな、ボーモアと飲み比べでもしますか。ボーモアちゃんと飲み比べでも。チェイサー、チェイサー。一応、チェイサーも用意して。一応。チェイサーのクリスタルガイザー。ガイザー安いですよね。よーし。よしよし。よしよし。それでは、皆さん。ボーモアはね、まずはボーモアをいただきましょうか。それでは、それでは。久方ぶりのボーモアちゃんですけども。個人的にはかなり好きな。あ、キャップもちょっと変わってますね。見た感じ。うん。ちょっと濡れてる。これそういえば逆さにしたからか。これ横にしたりするとこれ、ダメなんだよね、本当はね。逆さにしちゃったから。箱逆さにしてしまったんで。うん。そのせいだと、ちょっとコルクに、ついちゃったんです。多分ウイスキーってあれだよね。コルクのやつだと、やっぱり横とかにしちゃダメなんでしょう。乾杯。あうん。ああ。
ああ、うまい。うまいなあ。ああ。うまい。ラガブーリン。これラガブーリンってラガブーリン蒸留所っていうところで作られてるんでしたっけ？確かね。じゃあこっちもね、飲んでいきましょうか。まあ多分味はあれですね、変わってないと思います。ボンモアの味はおそらく変わってないんじゃないかな。パカッ。こんな感じです。開けまーす。お、結構しっかりしてる。こっちもちょっとあれだね。逆さにしたから逆に、逆、ついてる。ちょっと濡れてます。やっぱね、ウイスキーはね、一杯目がうめえんだよ。海鮮仕立てが。だんだんまずくなってくるけど。こんぐらい、量が少なくなっていくと、だんだんここに揮発するから、香りが飛んじゃうんですよ。あ、やっぱ濃いな。ほら、色が違うくない？よ、あの、容器のせいなのか？わかんないけど。でも16年だからね、こっちはね。4年ボンモアよか寝かせてるから。ちょっと濃い気はするね。おお、いただきます。お、あ、ボンマヨカ。でも香りはそこまでおとなしいです。結構おとなしい気がする。味が濃い。でも味、でも度数43度だけど、全然ピリッとも来ないもんね。かなりマイルドですね。マイルドっていうか、度数的には43度だったらピリピリしてもいいぐらいなんだけど、全然ピリピリしないです。ちょっとしょっぱい。ほんのりしょっぱい。もうもう。ああ。ボーモアの方が甘いね。全然。
あの、甘さがこっちの方が少ない。で、ちょっとしょっぱい。ボーモアも確かにちょっとしょっぱいんだけど、ただ、その、それよか甘さの方がちょっとあるんで、あんまりしょっぱさが感じにくいんだけど、こっちは、甘さがほとんどないんで、より鮮明に、しょっぱさがわかる。うん。うん。でも、なんか、ラガブーリン、そんなに、なんか、ネットで見る限りだと結構、溶度工がするとかって聞いたけど、香り自体はおとなしいですね。口に入れても、そこまで香りが広がらないですけど。ただ、なんていうか、重厚な感じがするね。うん。ちょっとしょっぱい。ほんのりしょっぱい。感じ。そんで、やっぱりボーモアよかはちょっと、喉にピリッとくるけど、でも、そんなに、来ないっすね。うん。うん、ボーモアの方が甘い。で、ラガブーリンは、ラフロイグとかに比べれば、なんかラフロイグに匹敵するぐらい結構、セイロガンの香りとかするとかって書いてあったサイトあったけど、うん。こっちはね、しょっぱさと甘さがね、同じぐらいだ。で、ボーマーはね、ちょっとね、甘いんだ。甘さの方が、あるね。うん。うん。で、やっぱりちょっと、年代が浅い。こっちの方がやっぱり、タルコが強い。こっち飲んだ後に、こっち飲むと、あ、結構軽やかな、樽の軽やかさっていうか、あんまり、寝かせてねえな、みたいな。そんな感じがする。でも、ボーモアって昔のやつの方がなんか美味しいような気がするんだけど、このラベルになってからなんかまずくなった、もしかして。もっと、昔のやつって、昔のやつってもっと濃かった気がするんだけど、セイロガン香が、ピート香がもっと濃かった気がするけど、なんか、浅くなった気がするな。もっと結構重かった気がするんだけど。ボーマンこんな軽かったっけ？こんなに軽い味だったっけ？
ボーマーの方が全然、やっぱり、寝かせてない分だけ全然、軽い。重さが、質量的、重くない。ラガブリンの方が、全然、重厚な味するよね。で、ラガブリンの方が味がおとなしいんだよ。うん。口の中でこう、暴れないんだよね。すっげえまろやかっていうか、おとなしくて、度数こっちの方が高いはずなのに、全然ピリピリしないし、むしろボーモアの方が口の中でピリピリってするもんね。うん。で、あと、こっちの方が、ラガブーリンの方が、セイロガンのね、ピート香は強いですね。うん。やっぱ値段倍近くするだけあって美味しいわ。うん。美味しいっていうか、そもそもボーモア劣化しただろ、絶対これ。なんかボーモア昔に比べて劣化した気するな。前ラベルの方がうまかったんじゃない？こんなにまずくなかった気するけど。ボーマーちゃん。ボーマーちゃんこんなにまずくなかったでしょ。ワンちゃん。もっとうまかった気するけどな。俺の、あれか？舌が、俺最近全然ボーマー飲んでないからね。うん。もう2年ぐらい飲んでないからね、ボーマー。やっぱこっちの方が。うん。なんか風味が全然、なんか変わった気がするな、ボーモアは。あら。ボーモア劣化したか。これだったら俺ボーモア飲まなくていいわ。この味だったらボーモアは俺飲まなくていいな。なんか今まで俺ボーモアって言ってたけど、昔のボーモアはもっとうまかったでしょ。これだったらラフロイグとか買った方がいい。最近、タリスカー。タリスカー10年飲んだけど、すっげえうまかったな。残ってる、そこに残ってるんだけど。そこにあるタリスカー10年。久々に飲んだんですけど。うんめえなーと思ったね。うん。ボーマーがこれだったら、もう辛いもんね、ボーモアがね。飲むと辛いもん。舌がピリピリっとして、辛さがあるもんね。こんなんじゃなかったっしょ。昔飲んだ時の、ボーモア。こっちの方がやっぱすっげえ、あれやな、すっげえ荒々しいな。タリスカーはね、これね、アルコール度数が 45.8 度あるんですけど、10年ものですけど、むちゃくちゃあれだもんね。香るもんね。ピート香が。ピート香がすごいもんね、これね。マジで。ピートが。恐ろしい。これだったら俺、ボーマ、買わんくていいなぁ。タリスカーだなぁ。うん。タリスカー。ラガブーリンはうまいんだけど高い。
まあ、6000円出してこれを買うかって言われると、まあ金ある人だったら買うんじゃないですかねって。うん。金ある人だったら買うんじゃないですかねって感じだけど。まあ金ない、だったら、ラフロイグ、うん、まあ、ラフロイグの方が断然辛いでしょうけど、これは。味としてはやっぱりかなりおとなしいですね。ラガブーリンはものすごいおとなしいですね。うん、ものすごいおとなしい。アルコール度数43度なのに、すっげえ口の中で、沈黙してるもんね。口に入れた瞬間からもう沈黙してるもん。なんか、そんな感じ。口の中で、爆発する、タリスカーは爆発するんですよ。口の中で。もう重鎮のように、シーンとしてるもんね。はあ、口の中ですごいね、うん、でボーマーも若干暴れるんですよこれ、うん、ボーモアがまずくなったのか、俺の舌がおかしくなったのか、わかんないけど。ボーモアうめえと思わなくなったな、これな。事実絶対これ、ボーモアもっとうまかっただろ。ちょっとそれは、あれだな。ちょっとそれムカつくな。ボーマはもっとうまかったでしょ。なんかすっげえまずくなってる。すっげえまずくなってる。ボーマ。うわぁ。マジで。そっちの方がショック。すげえショックだな。このラベルが変わる前は、もっと美味しかったでしょ、まろやかで。絶対。おかしいなぁ。タリスカ、タリスカもちょっと飲んでみましょうか。タリスカすげえぞこれ。マジで。口の中で爆発するからね。完璧。ああ。ああ、うんめ。これこれさ、アイラ島じゃ、ウイスキーじゃないのにさ、これスカイ島のウイスキーなんですけど、全然あれ、負けてないと思うんだけど、美味しいね。
ヒートコー全然負けてねえと思うんだけど。ああ。すごいね。ちょっぴり口の中に入れただけでも、もう、あの、気化して、あの、鼻のあたりに、痛いもんね。ああ、すごいわ。ただ、10年でこの、すごいな。ああ、うまっ。うまい。でも、ラガブーリンは全然あれだな。でも、カリスカーに比べると、やっぱ全然香りちゃうな。全然濃いな。うん。ボーマーは割と大したことないけど。やっぱセイロガンの香りがすごい、ね。うん。やっぱあれやな。あ、ラフロイグ飲みたくなってきたな。ラフロイグな。あの、ラフロイグの、なんやっけ。なんか最近出てるラフロイグってなんか、あるじゃないですか。セレクトカスクだから、なんとかカスクだからって。あれ多分味違うんですか。俺ラフロイグ、普通のラフロイグしか飲んだことねえけど。これ、セレクトカスク。なんか違うんですかね、やっぱね。ああ、でも確かにちょっと安いんだよな。セレクトカスクで、1000円ぐらい違うもんね。セレクトカスクって。10年じゃなくて、その、ノンエイジみたいな感じの、セレクトカスク。なんか変なのが出ましたけどね。まあでもラフロイグなんだろう。まあ、ラフロイグ10年とやっぱ違うんでしょうけど。これもちょっと気になりますよね。セレクトカスク。10年と比べてノンエイジになりますが、使用する原酒としての、なんとかかんとかかんとかかんとかって書いてありますね。レギュラーである10年と比べると、ちょっとつ猛進のスモーキーさを抑えられて、多少華やかさ丸さがあります。しかし、ボーマーほどではありませんって書いてある。ボーマーほどではないって書いてあるけど、ボーモア、絶対まずくなっただろう。この人なら意外と、この例の、ブロガーの、有名ブロガーの人なら、知ってるんじゃないか。
勝手ねっぽいな、この人。実に腹立たしい。ボーモア、ボーモアちゃんまずくなった。実に腹立たしい。そこだよね。この人古い。古いボーモアしか飲んでねえな。この人。くそー。いつ変わったんだかな、これな。ボーモアな。くそー。ラフロイグのセレクトカスクが3100円だって。まあラフロイグ10年の方がうめえんだろうな、多分。まあラフロイグ10年は値段プラス1000円ぐらいするけど。あ、美味しい。美味しいよ。うん。実に、ボーモアに比べて重厚だ。味が。もう、ボーモアがね、軽い。ものすごいこのボーモア軽くなった、なんか。昔もちょっと、あれだ、もうちょっとっていうか、もっと、もうちょっとまろやかやったんだけど。なんすかね。ただ、これ買うんだったら、これ6000円でしょ？これだったら俺ラフロイグ買うかなーという感じがするね。うん。いや、うめえんだけどさ、買うか買わないかの話するとさ、ボーモアもまずくなったでしょ？ってなるともう、さあ、うん、もうあれだよね。うん。アイラでってなるとやっぱラフロイグかアードベックも。まあ、視野に入るか。でも、アードベック買うんだったら、ラフロイグ買った方が個人的にいいんだよな。うん、高い。ただ、ラフロイグとかにはない、重鎮さがあるからね。ラガブーリン、16年。うん。4354です。ご視聴ありがとうございました。